九十九里散歩。今日は川沿いを歩いてみます。モンシロチョウがいっぱい飛んでいます。給水ポンプですかね。ここからちょっと右に曲がって道をそれてみます。奥へと道が続いています。ワクワクした気分になりました。広いとこに出ました。穏やかな気持ちになります。何か木の実がなっています。これは食べれるのでしょうか。グミみたいな感じですね。池のあるところに出ました。池の反対側に来ました。